ャンピオン、アトム級です、はい、アトム級というのはどういうクラスになるんですか？今まで KO が何回ぐらい KO 勝利？6回。6回。皆さんこんにちは、タネチャンネル今回も始まりました。今回のゲストは WBA アトム級のチャンピオン宮尾彩香さんです。はじめまして、宮尾です。そしてちなみに今は WBO のチャンピオンです違う、 WBO、 o、 WBO 最近取ったのは WBO。 IBF。 ちょっとね、やっぱりあのボクシングっていうと WBA とか WBC とかね、こういろいろあるのでちょっとね、視聴者もわからないことがたくさんあると思うんですけど、はい、ちょっと整理してもらっていいですかね。はい、はい、WBAA は一番古い団体になります、はい、なるほど。 WBA が一番古い団体、はい、で WBC が、うん、その次に古い団体になるんですけど、はい、加盟国が一番多い国、多い団体になります。で IBF と WBO は WBA ののれん分けみたいな状態になる、なるほど、団体で、まあ、加盟国はそこまで多くはないです、はい、まだ新しい団体です。なるほど、はい、ということでですね、今回はチャンピオン、アトム級です、はい、アトム級というのはどういうクラスになるんですか？一番下の階級の小さいクラスになります。小さいクラス、小さいっていうと、まあ、小さい方から大きい方とここであると思うんですけど、うん、一番下がキログラムですか？キロだと、46.2 です。はいはいはい、それ以下っていうことですか？以下じゃなくて、そこがぴったり、ぴったりが一番ベストですよ、ね、あ、なるほどね。それ以上上に行っちゃいけない。はいはいはい。で、そこから上に行くと何、ちょっとずつ。次がミニマム。ミニマム級。それから、ライトフライ、はい、フライ、スーパーフライ、はい、ってなっていくのかな。なるほどなるほど。まあそういう階級がね、またここにも入ってくるので、こう上に上がっていくってことですね。で、一番小さいクラスの、体重が軽いクラスの今の現役のチャンピオンということですね。はい。はい、ちなみに女性のボクサーっていうのは結構多いんですか？今やっぱりボクシングでオリンピックあったじゃないですか。入江さん金メダル取ったりとかで、それもあってまたアマチュアの選手からプロに転向する人だったりとか、はい、ちょっとこう要は女性ボクシング界がにぎわってきたよっていう感じですか？ちょっとにぎわ、そこはにぎわいはないけど、多少はっていう認知はされてきたのかなっていうのはあって、オリンピックで、はい、で今日はまあ、いろいろ聞いていきたいんですけど、まずね、今回この実際に試合で使っているグローブを持ってきてもらってるんですが、はい、これね、8オンス、8オンスって書いてるんですけど、これは皆さん同じグローブを使うんですか？そうですね、基本的には赤コーナーも青コーナーも同じ会社のやつを使う。同じ会社で。ただ世界戦とかになるとまたちょっと変わってきたりとか、はい、これはどうしても使いたいっていう選手がいたりとか、あと工業主さんの関係で、中入ってたりとか、ね、そう、大人の事情も変わりましたいろんなグローブを使ったりもしますが、で間違い一番この日本製、日本製の。しかしこのね、結構思ってたよりこう小さいんですよね。これ当たったら今単純に痛いですよ痛いですね、まあ、単純に痛そうだなと思って。で今まで KO が何回ぐらい KO 勝利？6回。その時はやっぱ相手はまあ KO だから10カウント取られたと思うんですけど、うん、衝撃的な KO シーンとかってあるんですか？逆に KO になるパンチってそこまで手応えないんですよ。ああ、なるほど。なんか要はいいところに当たった。そうそう、角度的なものが当たったとかで。なんかボクシングのそのなんか見てるときに結構力んじゃうんですよね。うん、ね、もっとこうしようよ、ね。あります、あります。あるんだけど、なかなか試合で出てる人はそうはいかないよって話。そうです、ね。相手が動くからってことですよね。特に私は走らない。走らない。きっかけが何になるんですか？